鏡、今世界で一番美しいのは一体誰だい？もちろんこの私だろう。いいえ、魔女のおばあさんではありません。今世界で一番美しいのはスタートインクルプリキュアの4人です。なんなんだって、私より美しいやつがいるなんて許せないね。あなたより美しい人結構いますけどね。オーラマリカが見割っちゃうよ。ああ、ごめんなさい。よーし、スタートインクルプリキュアの4人を懲らしめに行ってこよう。そんなことしてもあなたが一番美しくはなりませんけどね。ああ、なんか言ったか。いえ、なんでもありません。おーい、スタートインクルプリキュアのみんな。あ、魔女のおばあさんだ。およ、今日は一体どうしたら？いやいや、みんなが綺麗だっていう噂を聞くから、みんなにもっと綺麗になってもらいに来たんだ。あら、私たちが綺麗？そんな噂があるの？嬉しいな。みんなが綺麗になるために、素敵なものを用意したから紹介するね。まずはボールを用意して、ここにプリキュアたちに入ってもらうよ。うわあ。そしてここにぷよぷよボールを入れていけば、はい、出来上がり。魔女のおばあさん覚醒、ぷよぷよボールでプリキュアたちを閉じ込め大作戦成功。え、閉じ込め大作戦？私たちをきれいにしてくれるんじゃなかったの？そんなの嘘に決まってるだろ。あんたらがここで閉じ込められてな、そうすれば私は世界一美しい人になれる。そこでじーっとしてるんだね。じゃあね、バイバーイ。あー、魔女のおばあさんが行ってしまった。私たちこのままずっと閉じ込められたままなのかな？そんなの嫌。誰か助けて。おやおや、今助けてという声が聞こえたような。うわー、ぷよぷよボールの中に誰かが閉じ込められてるよ。私プリキュアたちだよ。ねえメルちゃん、助けて。オッケー、メルちゃんが助けてあげる。よーし、スプーンで助け出そう。プリキュアたち、どこかな、どこかな。あ、いたいた。これは、キュアセレーネだ。キュアセレーネを助け出すのに成功したよ。メルちゃんありがとう。とても助かったわ。さあ、早く他のみんなも助け出してあげて。よーし、他のみんなも助け出すよ。やったー。とつるっと滑る。これはキュアミルキーだね。キュアミルキー救出大成功。おや、このままぷよぷよボールの中でずーっと泳いでることになるかと思ったらん。メルちゃん、助けてくれてありがとう。さあ早く他の2人も助けてほしいるん。残りの2人、キュアスターとキュアソレイユを助け出すよ。あ、この黄色いお洋服はキュアソレイユだね。よいしょ、よいしょと。やったー、キュアソレイユも救出大成功だよ。メルちゃん、助けてくれてありがとう。ふぅ、魔女のおばあさんにひどい目に遭っちゃった。あ、まだここにぷよぷよボールが。よし、これで大丈夫ね。さあ、残る1人はキュアスターよ。キュアスターを助け出したいと思ってくれる人はグッドボタン押してね。最後の1人、みんなで助け出しましょう。キュアスターを助け出すよ。あ、キュアスターが見えた。よいしょ、よいしょと。やったー、救出大成功。エルちゃん、みんな私を助け出してくれて本当にありがとう。ぷよぷよボールは嫌いおばあだけど、閉じ込められるのは絶対に嫌。みんなも魔女のおばあさんには気をつけてね。みんな元に戻ってよかったね。プリキュアたちをぷよぷよボールに閉じ込めてきたよ。さあ鏡よ鏡、世界で一番美しいのは誰だい？私だろ。世界で一番美しいのは
プリキュアたちを助け出したメルちゃんの心ですね。今、世界で一番美しいのはメルちゃんです。へぇ、今度はメルちゃんかい。メルちゃんにはどんなことして懲らしめてやろうかね。また考えるよ。それじゃ今日はこの辺で、じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。ソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリ。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリよ。そうすると、アソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。